お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。前回、ネクロードに逃げられまして、それでも、ノースウィンドの解放に成功したところでしたね。今回は、情報が届くところからの再開になります。軍師さんを引き入れるところまで行けるかな。最後まで、ゆっくりしていってね。悲しい。サウスウィンドが落ちてしまいました。なかなか反撃できてないですね。降伏したのに。どうしましょう。誰も何も言えないですね。そそ、何かないですかね。お、アップルさん。何ですか？策を聞きたいですね。じゃ、どうするの？ふむふむ、仲間にしろってことねー。ということで、シュウさんを仲間にするみたいですな。はい、この人は相変わらずですねー。ということで、メンバーを選んで移動ですねー。いろいろあるので、このメンバーで行きます。ここが本拠地になるので、一通り見て回ってきまして、これから出かけます。ひとまず、スクスに寄りますよ。ふむふむ、これでフラグ発生ですねー。荒くれ者に絡まれました。やられちゃった。助かりました。
オーランさんが仲間になりました。そして、ラダトの町ですね。レシピ14、ゲット。レシピ18、ゲットです。周さんの屋敷に到着。なかなかのイケメンですね。断られちゃった。なんだか冷たい感じの人だね。ま、そうでなきゃ、軍師は務まらないかな。怒っちゃった。追い出されちゃった。方法を考えましょ。酒場に入って出ようとすると、再開です。本気ですな。逃げられちゃった。でも、少しずつ心に届いてる感はありますね。もちろんです。では、次の情報収集ですね。よく知ってますね。
問いましょう。なるほど。では、待っときますかねあら、仕事ぶりが良いですね。ふむふむ。なるほど、東の端ねアップルさん、抜け感は相変わらずですね。リッチモンド情報すごいなぁ。なんと。ということで、銀貨を探しましょう。水門を閉じないとダメなのか。やること多いですね。後ろでアニタさんが絡まれちゃってる。そうです。かかってるんですよねー。やりましょ。一騎打ちは余裕ですからねー。レベル高いので、適当にやっつけます。
はい、ノーダメージということで、余裕の勝利でした。決めてくれました。あとは銀貨が見つかるかどうかですね。では探索です。いやいや、もちろん一緒に探すよ。そうねー、それでも頑張らないとねー。そうなんですか？でも、わずかなチャンスがあるかもしれませんよ。なんだ？見つけちゃったみたいです。見に来てたのねー。やりました。思ってたより早く仲間にできたな。もしかして、紋章見せてたら、もっと早く加入したんじゃなかろうか。ということで、軍師さん加入。リッチモンドさん。いい仕事してくれました。では、戻りましょう。
大丈夫ですよ。なかなか厳しい状況だね。攻撃する作戦ってことですね。仕事が早いですな。了解です。気合入りすぎだね。ま、気持ちはわかりますけども。はい、準備 OK です。それでは、周三の初軍師の戦いです。
序盤は、自動だねー。はい、攻撃開始です。火炎層の脳ダメはきついな。食らったけど、相手に混乱は与えたかな。寝返り作戦も大成功です。あとは、やられないように逃げとけば大丈夫かな。一部隊やられちゃった。劣勢は変わらないんだねー。大丈夫なのかな。武将がいる部隊じゃないと、きついみたいねブリードさん、気合入ってたから、優秀ですねー。粘ってますよー。よしよし、いい感じだねー。
ない。退けたねということで、周3の初戦は勝利でした。ここから都市同盟の反撃が始まるかな。今回は軍師の周3を仲間に引き入れまして、王国軍を退ける勝利をすることができました。次回は主人公が都市同盟のリーダーになるところからです。そしてあのお方も再登場しますね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると励みになります。次回もゆっくり見ていってね。